アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。お、今日も。まあ、もう、なんか、定着してきましたね。早い。馴染みが早い。久々ですけど、なんかもう、久々感ないですね。喋り始めると。いや、でも暇だった期間があったんですけど。はあ。暇だとね、朝ごはんを作り始めます、人は。ああ、そうなんだ。はい。へえ。で、予定がある日は、食べないし。はあ、はいはい。作んないんですけど、もう今日マジで何もねえなって日は急に朝ごはんを作り始めた。朝ごはんって何時ぐらい作るの？9時ぐらい。それお腹が減ったから作るんじゃなくて？そうっす。なんか作りたいなっていう。そう、暇だから作ってます。で、食ったらちょっとお腹いっぱいになるんで、筋トレに行くんですね、人は。で、筋トレしてサウナ入って、で、飯を食って、ネットフリックスを見て、で、気づいたら夜って。素晴らしいね。いや、もうこの日々を1ヶ月ぐらいやっぱ過ごしてるんで、いや、もう自己肯定感がどんどん下がっていくんですね。なるほど。いや、だから人はなんで仕事するのかって考えたら、やっぱね、自己肯定感なんですよ。そうだよ。もう金じゃねえなと思って。そうなんだ。だからもうバイトでもいいから人の役に立ちたいっていう欲がもう1ヶ月でどんどんこうね。いいね。はい。そういうあれだったんだね。うん、運命の時期だったのね。いや、そうっすね。それをちゃんと気づきなさいって。はい。だからもうね、どんなちっちゃいことでもありがとうって言われたらもう嬉しいんですね。確かに。それやっぱね、世の中の仕事してる人にやっぱ感じてほしいね。そうっすね。だから1ヶ月1回前仕事辞めろっつって、暇な日々をね。でも大体の人はこうするよ。 SNS に仕事がなくてなんかこんなこと来たみたいな、リア充な投稿を上げて、SNS で承認を得ようとして、自分が自己肯定感が下がっているっていうことを知らないふりをして、死んでいく、なるほど。いや、確かに気づけてよかった。確かにね。いや、でもそれに素直に気づける人ってすごいよ。マジっすか。なんかそうじゃないと思いたいじゃん。まあまあまあ、いや別に、まあ僕充実してる今のさ、ポジティブにもいいことできるじゃん、やって最高っすよ。朝起きて朝飯自分で作って、筋トレ行ってサウナ行って、でネットフリックス見て、なんかもう上司にガミガミとか言われないし、こんなこともないし、こんなこともないから、もう最高っすよって言おうとすればできるじゃん。確かに。いや、言いそうですね、世の人は。いや、でも辛かったですね。それが辛いと思えてよかったですね。今ちょっと某モデルの方とお仕事してるんだけど、はいはい、その人も近いこと言ってて、マキと同じ話してた。やばい、僕じゃないですか。ほぼモデルの可能性ある。いや、そうかもしれない、モデルやるか。なんかね、やっぱ暇なんですか。暇で、うん、だから自己、まさに自己肯定感がなくなっていくというか。なるほどなるほど。なんか自分は何のために、誰に必要とされてるんだろう、ね、で、普通はなんかさ、そのバケーションで海外行ってたよ。バケーションで海外行って、はいはい、で、めっちゃいいなとか思うじゃん、俺も休みたいなとか思うじゃん、でもそうなるらしい。いや、そうですよ、本当に危ないですよ。いや、そうなんだよね。なんか本当に暇で、僕ロサンゼルスの時はそうだったな、マジで。おお、2回目のロサンゼルス。ああ、2回目も1回目も。ああ、あの最後の方はなんか舞台とか稽古が始まったら忙しいけど、まあそうっすね。舞台とか稽古で週3回だから。はい、週3回、金土日とかなんだよ。うん、だから月火水木暇なんだよね。なるほど。で、月火水木とか朝起きて何もすることなくて、で、まあ無駄に予定入れて、ホームパーティー的なことをやるんだけど、はいはい、でもその次の日また終わってるから、で、前の日に余ったフライドチキンをなんか作って SNS にあげるみたいな、クソみたいな生活して、で、なんかアメリカの謎のなんか教育テレビみたいなアニメ見て、はい、で、暇すぎて筋トレ行って、日焼けして、1日終わるから。いや、そうっすよね。なんか社会から切り離されてる感あるよね。いや、そうなんですよね。そうなんだね。だからそういう感じでやっぱ仕事を自己表現という観点で仕事をできるってすごい幸せな話だなと思って。まあ確かに。確かに自己表現までできたらもう完璧ですね。だからそういう意味でのアッシュレイディオって自己表現でもあるじゃん。まあ確かに。
確かにそうっすね。俺が牧選手だぞっつって。はい、それはマジでありますね。お前ら楽しみにしてただろっつって。はい、自己肯定感上がりますから。最初の方が自分のやつ聞いてましたからね。うん。始めたっていうところ。俺いいこと言うな、みたいな。はい。この切り返しなかなかできねえな。できないって。人のモチベーション上げることが一番のモチベーションだよね。うん。で、今、明日さんは公演も結構行かれてます。公演は多かったね、最近。無駄に。まあ、僕もなんか一回同席しましたけど。ああ、そうだね。はい。大阪の公演で久しぶりにマキに会うっていう。そうですね。大阪で久々に会いましたね。マキは最近大阪の、大阪戦略やってるからね。はい。大阪いいっすね。しかもあの日、アシアさんあれですよね、2回公演行ってましたよね。あの日はそうだったね。あの日は、じゃあ、あの日すごかった、24時間のスケジュールが。娘のピクニックに行って。ピクニックね。な、娘がインターナショナルスクールに通ってて。はいはい。で、そのインターナショナルスクールがやるピクニックって、もうエグいわけ。なんかガチなんだよね。あ、で、なんかその公園を貸し切って、うん、で、ここはなんかバーベキューグリルのところ、ここはなんかフェイスペインティングのところ、ここは輪投げとか野球のところ、はい、ここはみたいな感じで、もう公園中がもう バザーというか、楽しそう。みたいなったわけ。はい。で、基本的にそのボランティアの精神がすごく 大事だみたいな感じだから、うん、なんか基本的には先生足りてないわけ。うん。で、そのお父さんお母さんが手伝ってみたいな。なるほど。っていう感じで、あのひたすら僕はトングをカンカンってやりながら、なあのハンバーガーの前にあの陣取って、Hey, how are you? What would you like? っつって子供来るんですか？ひたすらハンバーガーを、ハンバーガーとホットドッグを分け与えるっていう。ちゃおもろいな、それ。え、それがだから、大阪行く前、大阪で、大阪行く直前まで。で、そこの、そのピクニックに僕はいかついスーツケースを持ってピクニック行って、はいはいはい、公園に。なるほどね。で、スーツケース持ったやつがハンバーガーサーブして、うん、で、そのまま汗だくのまま、はいはい、新幹線乗って、うん、大阪行って、うん、で、大阪であの前日打ち合わせ、はい、そうですね、に行って、打ち合わせして、本当は僕がそのお寿司をごちそうになるはずだったんだけど、はい、なんか謎のワインバーでテキーラだけ飲まされて、で、もう起きたら速攻営業の公演が始まって、はいはい、でその営業の公演が終わった瞬間に、うん、今度京橋、大阪の京橋に移動して、うん、なんか君も府知事にならないかっていう制作イベントに参加して、はいはいはい、でなんか学生が7組いて、うん、7組の学生がなんかそれぞれその大阪に必要な制作をプレゼンするっていう、うん、へえ、でそれの審査員、それの審査員に呼ばれるんですね、審査さんが。で、僕とあの平成初の市長みたいな、はいはい、山本さんというその市長が来て、はい、で審査して、へえ、で1分間で気の利いたコメントを喋って、なるほど、でなんか審査員特別賞みたいなの渡して、はいはい、でそのまますぐ新幹線乗って、はい、帰ってきた東京に、うん、その1分間喋るのしかなかったんですか、喋る場は。あ、基本的に1分間喋る場しかない。へえ。で、あとは審査員、あとオープニングのスピーチ、おお、それではまずご挨拶を、芦名雄介さんって言われて、はいはい、聞いてなかったんですよ。なるほど。全アドリブで言ったけど、はいはい、まあ、なんとかあったけど、なんか会長多分こんな雰囲気な、こんなこと言ったりがあるんで。なるほど。まあでも、あの午前中の公演の方もかなりの反応でしたね。うん、あれめちゃめちゃ良かったね。はい、また東京でやるけど、もうやってんのか、やるのか。やります。東京楽しみですね。やっぱり普通におもろいよね。普通になんか、はい、普通におもろいんだよね、うん、やっぱ今回綺麗な女子がいたからね。そうですね、全然違いますね。全然違うよね。なんかやろうと思う、なんか、はい、鼻息が全然違った。そうですね、きちっとしますよね、なんか、うん、プロの MC 入れたからね、うん、女性キャスターを、うん、じゃああの方もなんかすごくやっぱ頭いいですね、うん、頭切れますね、うん、東京楽しみですね。多分倍ぐらい来るんですか。そうだね、はい。おじさんもなんかめちゃめちゃ喋るの面白がってるしな。うん、おじさん一番最近楽しそうですよ、なんか。いやいや、今相当うまくいってんじゃない。はい。楽しそうで何よりですね。
他にもなんか公園行ったんですか最近は。いや、最近はなかったっけな。覚えたね。それぐらいじゃない。なるほど。公園の依頼は、いくらでも。はい。ぜひぜひ。受け付けるんで。できれば地方がいいですね。まあ、できれば札幌、宮崎。宮崎はないっすよ。まあ、仙台。札幌、宮崎、仙台。まあ、名古屋でもいいですね。名古屋、大阪、福岡。はいはいはい。宮崎、うん、沖縄、金沢。ないな。まあ、ぜひ呼んでいただければ。はい。でもやっぱ大阪は質問がやっぱ出ますね。うん。やっぱ質問はあの場の作り方だね。うん。なんか盛り上がっては質問出るけど。うん。あとはなんか学生の、その後言った学生のプレゼンを聞くみたいなのもめっちゃいいなと思ったけどね。あれ大学生ですかそれ。大学生、全員大学生。うん。で、教授と一緒にプレゼン内容を考えて発表してるみたいなところはめっちゃしっかりしてたし。あでもね、心配したのは、アイデアはめっちゃいいから、はい、実行しろよ早くっていう。なるほどね。なんかプレゼン大会で終わっちゃってるのがすげえもったいないなと思って。あなるほど。それどういう学生なんですか政治ゼミみたいな。あ、なんだろうね、わかんない。それどう集客したかわかんないけど。まあでも、ありそうですけど、政治サークルみたいなね。うん僕は関西学院大学のプレゼンにを優勝、うん、特別賞を与えたんだけど、はい、それも大学で行かんでええやんっていうプレゼンでテーマがおお、もうなんかいいっすねそう大学行かんでええやんって、はい、関西学院大学のやつが言ってるってなるほどもうその時点でいいやんいやもう優勝ですねでなんか大学なんかもういらねえんだよっていうことじゃなくて、うん、っていうことだと思ったわけよ、はい、でなんかチャラそうな2人組が来たから大学なんか意味ないっすよみたいな感じかと思ったら、うん、普通に高校生とか中学生にもっと多くの選択肢を与えた方がいいっていう。なるほど。大学だけじゃなくて、もうこんなことも知らした方がいいし、うん、じゃあどんな職業があるのかとか、うん、どんな給料なのかっていうことをどんどん知らした方がいいっていうプレゼントだけど、うん。いや、素晴らしいです、ね。素晴らしいなと思って、はい。で、それって一番すぐできる。お前すぐ今すぐ YouTube やれっていう。なるほど。YouTube ですぐできるから。はいはい。なんか高校生とかその学生のふりして学生が社会人に25歳とかの人にインタビューして、うん、今何やってるんですかメーカー勤務です今ぶっちゃけ手取りの月収教えてくださいああ今あったら22万かな安っえ、うん、俺のが稼いでますよ、うん、みたいなのがあってもいいじゃんそうですねそれが一番社会性だと思って確かにすぐできるし、うん、っていうの思ったね確かにね高校生ってマジでわかんないですからね、うん、将来のことなんかでもなんかあそこら辺の政治のコンサルみたいなのはめっちゃいいかなと思った。政治ってやっぱどうしてもダサいじゃん。うん、ダサくてまっすぐなことやっちゃうじゃん。うん、なんか伝わることよりも。そうですね。なんかみんなんかおじさんたちが分かりやすく納得できるようなことをやっちゃうじゃん。うん、あそこら辺にブランドディレクター的な感じでポンと入ったよね。確かに。なるほど。あとはね。それが終わってから、はい、伝説の焼肉屋に行ったんですよ大阪ですか大阪鶴橋違うんですよへえ大阪の伝説の焼肉屋が2つあって、はい、2つ見つけてしまって新たに、うん、これちょっと今度紹介するありがとうございました